こんにちは、くんです。今日はですね、コールオブデューティブラックオプス3で10万円超えのものを買おうとした話をします。はい、初めて10万円超えのね、ものを買おうとしたのは中学校の頃でした。まずはコールオブデューティしていこうかちょっとだらだら話そう。初めて物を買おうとしたのはね、中学校3年生だったかな、2年生の終わりぐらいだった頃ね、友達とね、ギターいいねって話になって、なんとしてでもギターを始めたいと思ったんだよ。ちょっとサンマシンガン使うからね、だらだらちょっと話しながらやるよ。で、なそのギターがその好きなアーティストが使ってるギブソンっていう、まあなんかまあそういう種類のさ、まあなんか G-Force みたいなもんだよ。いいギターがあるの、いいギターが。その G-Force ってやつを買いたいんだけど、G-Force じゃなかった、ごめん。ギブソンを買いたいんだけど、すごいな、パソコンの M シャスイ。高いんだよね。ギブソンだったっけな、それ。ギブソン買おうとしたけど、高いんすよ。ちょっと待ってって、ちょっと。雑魚ばっかだな、なんか。エイムが全然向こう合ってねえぞ。で、だけど買えないと、俺らの小遣いじゃ、まあそうだね、お年玉なんとかかき集めてちょっと足しになるかなんねえかみたいな、そういう次元だったわけよ。でね、友達と俺考えたんだよ。その友達2人で最初言い出してたんだけど、別に10万超えてたかな、確か。ちょっと正確な額覚えてないんだけど、当時はそんな言葉知らなかったんだけど、クラウドファウンディングしようとしてたんだよ、俺、友達と。友達で、まあ、ギターとかやってみたいっていう子もいて、でも、遠方に住んでる友達とかは、その、一週間に一回お前じゃギター触らせてやるから、ひどい話だけど、一週間に一回お前触らせてやるから、5000円出せ。で、それとか、あとなんだっけ、家に遊びに来た時、触りたいんだったら、まあ、3000円出せっていう。3000円出してみんなのもの、みんなの共通のものにしようっていう。そういう作戦でね、その俺とその友達は資金を調達しようとしてたんですよ。今思えばね、バカタレなんだけど、値段設定も結構ガバガバだった気がする。なんか人によってね、変えてたんですよ、値段設定。最低なことに。なんか仲いい友達だから、なんか、うん、来るだけで、じゃあ500円でいいよとかやったり、なんかね、友達によってちょっと値段を変えたりとかする最低な行為をしてたんだけど、クラウドファンディングでそのギターをでも買おうとしてたんだけど、それがね、呼びかけた友達が親に行っちゃって、なんか親から、なんか何をしてるんだよ、詐欺でもするつもりかみたいなさ。そりゃそうだよね。子供がなんか、お金集めてるから、10万円みんなで集めようみたいなさ、詐欺の匂いプンプンするじゃん。で、そのお母さん怒っちゃって、友達も。で、それ俺の母親にもさ、俺の母親には知られなかったの。友達の母親に知られて、で、結局、もう、その友達の母親がやめなさいって言って、その友達の家にいる時に怒られたんだよ。俺は親にバレずに何とかすんなんだけど、俺は関係ないですっていう顔してたから、その友達にだけ怒られてもらったっていう、まあ、10万円で何とか買おうとした話があるんですよ。そしてね、時は流れて、いつだったっけ、19歳、18歳か、17か、17の頃ね、ようやく、私はね、ギターを買うことに成功したんですよ。残念ながらやっぱそういう10万円のギターってやっぱ買えなくて、そのクラウドファンディングしてた中学の頃も買えなかったね。結局集まるわけないんだよね、そんなお金10万円とかってぶっちゃけ集まるわけないんだよ。で、集まらずにまあ淘汰して18歳になった時もなんだっけな、6万円ぐらいか、アイバニーズっていうところのギター買って、まあなんとかそれで遊んでた感じですね。17だっけ、18、高校3年生ぐらいだと思うんだよね。高校3年生でようやくこれギター買えたんだよ。正月のお年玉とか集めたりとか、なんかまあ親に借りるって言って、まあ、返してないんだけど借りるって言ってお金もらったりとかしてなんとかしたって感じですね。いやー、でも今となってはもう10万円のものとかパソコンとかだったら買っちゃうからな。パソコンで10万円とか普通だしね、割とパソコンだったら20万ぐらいしても別に全然おかしくないからね。普通に買ったりしておりますわ。
もうあの頃の10万円の感覚っていうのをまた戻したいね。今となってはなんか10万円とかぶっちゃけな、高いけど、まあ、まあ、半年に1回買えるぐらい。あの、普通に。結局ね、その、心のストレスっていうのはゴムと一緒なんですよ。あの、使うときは思いっきり使わなきゃダメなんですよ。あの、カイジで言ってたけどさ、ストレスっていうのは心はゴムなんだよ。こう、押してってやったら、欲望を発散させれないから、一気に発散させなきゃダメなんだよ、欲望っていうのは。溜めちゃダメだよ。って思います、私は。さあ、まあ、後半もしていきましょうか。10万円の話の続きなんだけど、他にね、俺が10万円のものを買ったっていうのはね、音楽、あの、ライブに行ってとかいう話じゃなくて、なんだっけな。まあ、でも、他に10万以上かけたものって、俺、車も買ってないんだよね。あ、まあ、車の免許かな。車の免許か、の時は10万円かけたかな、でも。そんななんか、そんなって話だけど、まあ、都会って車いらないのよ。なんか。車ないとええって感じするかもしんないけど、それはね、あの、東京に住んでない人の感覚で、まあ、俺も、その、東京に住んでなかったから、前まで。同じような感覚だったんだけど、やっぱね、車いらないんすよ。すごく。あの、あるだけお金かかる。おぉ、びっくりした、今。あー、ゴキブリみたいな。気持ち悪い。何の話なんだっけ。だな。これ、このさ、水色のこの戻るやつやばくない？このマトリックスみたいな。怖いんだけど、なんか。てかさ、今週前よりはるかになんか、武装できる。なんか、初めて俺これ、2ゲーム目なんだけど、もう武装できるんだけど。てか、エイムがめっちゃしやすいわ。どうしようかな。みんなどう思う？ PC 版買った方がいいと思う。コンシューマー版買った方がいいと思う。なんか、PC 版の方が無双はできると思うんだよね。こんな感じで。どうするようかな。なんか悩んできたな。なんか PC 版が思ったより無双できるから。まあでも将来的なマッチングってのはできないだろうけど。まあでも別に。あれでもいいのか。で、マウス使えればね、パッドでマウス使っていいんだったら、あの、こっちへやるんだけどさ。パッドでマウス使ったらさすがにみんなに怒られそうだしな。そこまでしてなんかマウス使いたくもないし、今のところは。パッドでマウス使いたいのもどう思います皆さん。でも使ってる人っていっぱいいるよね。実況やってる人だったらさ、なんだっけ、459影みたいな人。あの人だったら使ってるよね。あの人知ってる俺。459影って人。あれ、やばい、引っ込み、よし。まだいるか？やばい、あー、しまった。せっかくドローン使えると思ったのに。あれ、これどうしたらいいんだ。こうか、よし。1匹だけか。なんとも言えねえ結果に終わっちゃったな。スイー、やばい、全然合わない、エイム、助けて。あいって、くそ。マウスで使うの、パッド、今週までマウス使うのがどうなのかは、まあ、書いといてください、コメントで。まあ、今のところ別に使うつもりはないんだけどね、みんなどう思ってんのかなって。はい。スイッと。ブラボーにいるかな？あ、いた。これさ、あ、やばい、これ、ズルしてる。待て。これ、ズルだよね、これ。怖いんだが。このさ、蘇生、はい蘇生みたいなさ、自己蘇生パークみたいな、超嫌いだ俺。あ、またあれやってる。まあいいや。他に10万円超えのものあったっけ？買ったもので10万円超え。そうだなぁ。パソコンはまあ20万ぐらいはかけたけどね、初期投資は。初期投資パソコンは20万ぐらいかけてますよ。まあ、20万もいかないか。モニター込み、デバイス込みで、まあ、18とかぐらい。20いったかな。まあ、それぐらいっすね。パソコンはね、やっぱそれぐらいかけないとダメだと思うね。
マウスとかキーボードとかも、まあ今となってはもう割ともうその落ち着いたけど買わなくなったけど、お金がなくなったわけとかじゃなくて、そのもういいやってなってさ、何使っても一緒感あるし、なんかもう自分のお気に入りっていうのができたから、もうそんな買わなくていいやと思って俺も最近買ってないんだけど、昔はねめちゃくちゃね凝ってたんだよ。キーボードとかめっちゃ凝ったの使おうとしてたんだけど、もういいかなって感じがして、あんまもう買ったりはしてませんわ。お、最後キル俺もらった。27キル16です。わーい。これ PC 版でやった方がいいかもな、正直。なんかみんなのこと騙せるじゃん。多分エイムいいなって思ったでしょ。これ P マウスでやってるからだよこれ。ってことでクンでした。またね。10万円超えの話でした。バイバイ。